おはようございます。春風です。ちょっとね、メイクしていて、おい、そういえばメンタルが変わってるなっていう風に気がついたので、ちょっとそのシェアをしたいと思います。私、あの、先日ギャルメイクしてきたじゃないですか。で、その時に、これをきっかけにして、私めちゃくちゃ、やばい化粧するの楽しいと気づきまして、ちょっと真剣に、 もおうかなって思い始めたんですよ、お化粧を。それでね、あのー、ファンデーションとか、持ってたんだけど、で、塗ってたんだけど、私、毛穴落ちしてたんですよで。毛穴落ちっていう単語も、こ、先週知ったばっかりなんですけれども、塗るとね、なんか、ボツボツしてきて、ここ落ちちゃって、毛穴の底にファンデーションが落ちちゃって、なんか見苦しいなと思って。で、その度にうちの夫が、はるちゃん、化粧しない方が綺麗だよっていうのがね、なんかね、尺に触ってたの。 なんなのなんなの私と思って。で、今までだったら、もう何回かもう言われてるから、化粧しない方が綺麗だよって言われるから、じゃあ化粧するのやめようと思って、もう本当口紅塗って、あのー、眉毛整えて、ここ、目元なんかちょっと、ちょっと塗るくらいだったんだけど、今、あのー、私動きが変わってて、何かっていうと初めて、ファンデーション、 毛穴ボツボツ仕上がりとかが検索して、これは一体どうやったら解決できるんだろうかっていう風に調べ始めたんですよ。初めて調べた。で、そしたら、あ、毛穴落ちっていう風になってるんだって。あ、そうなんだ。開いた毛穴に落ちちゃってんだ。あ、なるほど。保湿が大事なんだ。じゃあ保湿と並行しながら私は何をした,したらいいんだろうっていうので、あのー、下地を塗る。なるほどっていう風に気づいたりとか、あと、小田切ロさんの YouTube を見かけて、え 筆で塗る毛穴の奥にファンデーションを仕込むそんなやり方をすると変わるらしいなるほどと思って、こう、百均に行ってさ、筆買ってさ、こうやってくくくくって塗ったりとかしたのよ。そしたら、数時間経っても毛穴が綺麗だったのよ。ずっとここ、ここに、バツバツってなることがなかったから、あ、これかもしれないっていうふうに今、今気づきを得てるんですね。で、 あーと思ったの。これ私ちょっと前の私だったら絶対に諦めたんですよ。なんか、あー私はメイクできないんだって。あー私は、あのー、毛穴がもう広がってるからファンデーションも落ちちゃうし、あの、綺麗にお化粧塗れないんだって。ファンデーション綺麗に塗れないんだって言って、私絶対諦めて、化粧すること何回も諦めてるんですよ。私何回もファンデーション買って捨てるっていうことを繰り返している、ここ20年くらいだったんですね。それが、 なくなった、なくなってるから、あれどうしたんだろう私なんか努力してるなとか、この、アイシャドウの塗り方とか、なんだっけな、二日くらい前にものすごいうちゴリゴリのメイクして、そしたら、数時間経った時にすっごいブスだったの。なんか、服、服と、顔のメイクが合ってないって、なんか冷静になって気がついて、こうこう、素材感が、張りがあったりとかする素材じゃないからね。 やつ着てたから、そうすると、ここがね、目元がやたらとキラキラしてる、すっごい下品に見えたんですよ。何なんだろうとって。で、あ、じゃあ、アイメイク変えたらいいんだ。じゃあ、アイメイクどういう風に変えたらいいんだろう私、そういえば、髪型がそもそもメンズっぽいし、メンズメイクしてみたらどうなのかなと思って、メンズメイクの、あの、化粧のやり方見て、そしたら、そっちの方が自分の性に合ってて簡単だったんですよ。で、塗る範囲も、あ、これくらいでいいんだっていう風に、 分かって、塗ってみたら、この顔の方がいいと思ってね。やり方を変えることができたの。で、ここなんですよ。やり方を変えるとか、工夫してみるとか、諦めないとか、なんでこんなことするようになったのかなって思ったら、私一つしかなかったんですよ。ありがとう、愛してるです。もうこれです。私の行動が圧倒的に変わってんの、これしかないんです。諦めずに、私もほん、 今ね、ありがとう愛してる3ヶ月目に、あ違うな、ありがとう愛してるは1ヶ月くらいからまだな、言い始めて。で、この数日間、なんか諦めそうだったんです。ありがとう愛してるにあ飽きてて言うことに。今まで、えー、例えばさ、ありがとう2万5000回ゲームやってるときは、もう測って、もうこの1日で仕留めますって思ってやってるから、結構、 なんだろう今日はありがとうを言う日って決めてるからね、続けられたんだけど、毎日になったらすっごいしんどくて私は。で、数が減ってたんですよ。ありがとうを愛してるを言う数が。えー、と思って。なんか負けそうエゴキンマに負けそうと思って。そんな時私がしたこと、味変したんですね。なんか同じさ、ラーメンいっぱい食べてても、なんかこう、 柚子胡椒を入れてみたりとか、かぼすとか入れてみたりとかして味変えて食べきるっていうラーメン屋さんの手法があるじゃないですか。あれをやろうと思って。どうしたかっていうと、ありがとう愛してる、おほのぽの始めたの。ありがとうごめんなさい許してください愛しています。ありがとうごめんなさい許してください愛しています。って言ったりとか、ありがとう愛してるが続かないなーっていう時に言い方変えてみようと思って。ほんと、ありがとう。 でなんか役者みたいな感じで、もう役入れて、ありがとう、愛してるとか、やってたの。やってたら、ちょっともう一回調子が戻ってきて、続けられるようになったの。ありがとう、愛してる、ありがとう、愛してる、ありがとう、愛してる、ありがとう、愛してるって言ったら、できたんですよ。できたんですよ。だからね、あのー、この、ありがとう、愛してる、とりあえず続けるっていうこと続ける <laughs>、続けることを続け、ん 続けることにしたんですよ。で、続けてたら何が起きてるのかなって思ったら、メイクを綺麗にするとか、なんかどうせできないからいいやって投げ出したりとか、しなくなってる。しなくなってると思って、あーと思って、諦めなくなったんだと思ったの。 で、じゃあなんで私は今まで諦めてたんだろうって思ったら、それはやっぱり潜在意識の方でどうせできないとか、私なんかやれないとか、か強烈に思ってるから、もうメイクを綺麗にする努力とかしてこなかったの。もうなんか全部外注でいいやと思って。だから、こう、それが、たったメイクを綺麗にしたいなとか、顔を綺麗に仕上げたいなとか、思うようになったことって私の中ですごく進歩で進化で、 それができるようになったのは、ありがとうを愛してる、ありがとうを愛してるで、自分の潜在意識のクリーニングが始まって、だから、え、私綺麗になりたいと思ったら、綺麗にする努力をすることが続けられるようになったんですよ。ちょっとよく見て、私ちょっと顔、いつもより綺麗に仕上がってると思わないメイク。メイクしてない顔で喋ってることの方が多かったけど、私的にはすごく、えー、なんか上手にできたと思って。本当にね、もう涙袋書くとか、もう、 無理だったのよ。なんかす、一回ね、失敗しただけでもう、あたしもう絶対できないとか思って諦めたし。で、メイク講座、私過去3回って3回挫折してるから、もう3回って3回できなかったから、私きっとメイクできないんで向いてないんだよって思って、もう口尖らせてやらなかったの。違うなと思って。だってさ、あの、ホストクラブの男の子の顔見てよ、なんかもう、え その顔でホストみたいな男の子がちゃんと努力して顔きれいに仕上げてやってるわけじゃん。あれはさ何かっていうとさもう努力の賜物なわけじゃん。じゃあできるわけじゃん。だってスペック絶対元のベースが私の方が可愛いんだからと思って。じゃあ私努力してないだけじゃん。じゃあなんで努力できなかったのかっていうと潜在意識が邪魔して、え、私どうせできないしって。え アイシャドウとかもう塗り方わかんないって、わかんないって言って、諦めてたの私。違うの。なんでできないんだろうっていう努力をしてこなかったの。で、それがなんでできないんだろうどうやったら綺麗になれるんだろうとか、ゴールを手放さないで、それに向かって向かうっていうことをできるようになったのはもう皆さんやってください。ありがとうを愛してる、繰り返してるからです。これです。もうこれしかないです。 っていうふうに気がついたんですよ。ということはですよ。皆さんが、あの、夢を諦めたりとか、なんかこう、いい男と結婚するとか、あの、自分の家のパートナーシップをより良くしていくっていうふうに、夢抱くじゃん、誰しも。誰しも抱くじゃん。でもそれを諦めるから叶ってないだけなんだなと。私の顔は、 私はファンデーション綺麗に塗れないからずっと毛穴開きっぱなしなんだなって諦めてたから私は顔が綺麗に仕上がってなかったけども私は綺麗になりたい私は綺麗になりたいで、アイデアがひらめきました化粧紙をやってみるうまくいかないえー、なんで私綺麗になりたい調べる見つかるやってみるあ、うまくいくえ、ただこれだけなんだなってなんかトライエラーが 諦めなかった人ラエーを繰り返すえ、ということはつまり、諦めない心、努力できる人じゃあ、それが努力できる人っていうのはどういう人かっていうと、潜在意識がクリーニング完了してる人だなと。ありがとう愛してるだなという結論に至りました。皆さんやりましょう。で、ありがとう愛してるが、 続けられないできないっていう時は味変しましょう。ありがとう愛してる。ごめんなさい。許してください。ありがとう愛してる。ごめんなさい。許してください。愛しています。ありがとうごめんなさい。許してください。愛しています。もういいんです。 続かないっていう子。もういいの。もう3回でも5回でもいいから、ちょっとやれ。マジで。ほんと、あと。あとは、今日、今5分間だけは絶対にありがとうを愛してるを繰り返し言うっていうふうに、もうノルマ化してやるとか、何かしら自分に合った方法があるはずだから、これを生活に組み込んでもらいたい。だって私、ちゃんとファンデーション塗る努力を始めたのは大きな進歩だから。意味があるんだよ、やっぱり。 これは。先人たちが言霊って言ったりとか、おほのぽのって言ったりとか、これがもう何年も何年も前からある。そして消えてないっていうことは、効果があるからあるわけだよ。ということは、絶対に自分にとって合うはずなんだよ。で、合わないって思ってるってことは、ちょっとやり方がずれてるだけなんだよ。ちょっとやり方がずれてるだけ。だって私の、私の涙袋の書き方、私こうやって笑うとシワがすごい入るじゃん、こうやって。 私、ここ最初、ここに書いたの。絶対違うじゃん。で、ここ書いたから、どうなるかっていうと、クマっぽくなったのね。で、私、これ一発書いて、あ、できないって思ったの。たった一回失敗しただけで、もう書くのやめたの、涙袋書くの。違うじゃん。こうやって書いて、私の涙袋書く線ってここだったのこれ。そしたら、それっぽくなったの。工夫と努力です。工夫と努力です。これをやった人たちだけが、 顔面が綺麗になったりとか、あの、男捕まえたりとか、パートナーシップがなんかこう、回復に向かったりするんです。つまり、やめないこと、続けること、地味だね。でもこれが一番効果があるらしい。という話でした。メイクの仕方の動画、撮りたいと思います。私みたいに、こう、奥二重だとね、<laughs> 奥二重でこうやって笑ってここら辺結構シワが入ったりとか涙が出る子に向けてメイク動画をなんか撮りたいなと思っております私が諦めずにちゃんと綺麗になる努力を始めたという大きな進歩がありましたのでちょっと思わず喋らせていただきました聞いていただいてありがとうございましたバイバーイ